こんばんは。本日はですね、この中華鍋、この中華鍋で焙煎するという、キムさんの、リクエストをにお答えしようかというふうに考えてます。この中華鍋の焙煎は僕が一番最初にまだ、サラリーマンをやってた時代ですね。コーヒー屋と全く関係ないことをやってた時代に、一番最初に焙煎というのをやったのがこの中華鍋でやりました。これは唐沢和夫さんという方が書いた本の中に載ってたんで、それでやったんですけど、やたら大変だった記憶があるのと、入りムラがひどかった記憶があります。そこで一応中華鍋の、ポイントをですね、キムさんのために、今日は全てキムさんのためにやるようなもんですからね、キムさん耳をかっぽじいて、聞いとってください。でまず中華鍋、これですね、まあちょっとあんまり大きくない中華鍋を使います。今回たまたま家にあって使ってないやつがあったんでこれを使います。で当然油は抜いた状態のがいいですね。火にかけて一回油を抜いた状態にしてやってください。でまず中華鍋で単純にこのなんつうんですかね、こうやるとどのぐらいうまくいかないか、普通にやっちゃうとうまくいかないかというところから、いきたいと思います。でまず普通に中華鍋ありますね。ここの中華鍋に対して 150g、例えばこういう状態ですね、ここに 150g こう入れたとしてですよ、こういう状態でこうやって、ガサガサとかき回したとします。これかき回したらまあ普通に豆が入れるんじゃないかと普通には思いますね。さてこれがですね、普通にただ単純にこれでうまくいくかというとうまくいかない。で実際にですね、火力を試しに全開の状態でこれを中華鍋でスタートさせるとどういう状態になるか、いかにうまくいかないかというところからまず最初に実演します。まず火を起こします。今火が入りましたね。鉄板が焦げてきましたね。煙がちょっと出てきました。これいい感じです。鉄板の色が変わってきましたね。もうガーンと温度上がりました。ここなんかもうめちゃくちゃ温度高いです。真ん中はまだ温度が低いですね。こういう状態、つまりこんな状態でコーヒー豆を入れるとどういう風に焼けるかっていうのをまずやってみます。最大火力でやってみるとどうなるか。 150g のコロンビアいきます。はい、入れました。で、スタートします。最初の初心者が一番陥りやすい失敗はこれですから、はい、強火で試すと表面だけが焦げるという羽目になります。違うドリルでしたけど、違うよ、これだよ、僕が買ったのは。はい、なんと50秒、今1分です。
1分煙が出てきました。ここは火災報知器がないのでいいですが、火災報知器があったら必ず動きます。現在2分、はい、ここまでにしましょう。今冷やしてます、ちょっと煙っぽいですけど、ハゼの音はありますけど真っ黒けです。もう表面だけが焼けた状態ですね。これは何かというと鉄板がものすごく熱いんですよ。で、鉄板の熱がですね、この豆の表面にだけ当たる状態ですから、もう内部がどうこうではなく表面だけが、焼けていきます。で、今冷やしているので少々お待ちください。今回も、冷却装置は前に使った冷却装置を使ってます。もうほとんど真っ黒けですね。もう完全に焦げてるだけですもんね。これじゃあ焙煎したという感じではないですよね。そこで、こんな2分やそこらでこの焙煎するこれでは、うまくいかないです。今の状態ではもう全然ダメです。じゃあ、何がいけないかというと、この、中華鍋の場合、これはこの鉄板ですね。芯には火が入らない。その通りです。代々木まぐれさん正解です。ああ、そうですね。油の温度が高すぎて失敗したぐらい。そういう感じ言えます。で、この鉄板がですね、結局さっきのように、火が強い炎が当たるとものすごく温度が高いんです。で、あの状態で、そのまんま、コーヒー豆をいっちゃうとですね、残念ながら、きれいには入れません。じゃあきれいにいるためには、鉄板の温度を下げなきゃいかんですよね。特に今なんかは3分ぐらいで終わっちゃいました。あれではいけません。コーヒーは焙煎は基本的にはやっぱり20分前後、15分から20分前後はやっぱり持ちたいですよね。こういう、150g とか少量のものでもやっぱりそういうふうに持っていきたい。じゃあどうするかというと、当然火力を落とす必要があります。で、火力を落とすだけではなくて、ここの、中の湿度はやっぱり上げたいんです。これはミルク缶も大型の焙煎機も全てに言えることですけど、湿度のコントロールが一番重要になります。じゃあ湿度のコントロールをするために、今回のこの機械では何をするかというと、こういう蓋を使います。
つまり、ここの状態で蓋をセットして、まあ、この状態で、火にかけるわけですね。そうすると、豆から、湿度が出て、この、中華鍋の中の湿度がこもった状態になります。つまり湿気がこもった状態になって、この状態でやったら、豆の内部まで火が通るよっていうことですね。そこで、今度は火力を落として、この蓋を使った状態で、行ってみたいと思います。こういう状態ですね。今度は火を弱めます。はい、火を弱めて豆を入れます。で、タイマーをスタート。で、この状態ですね。こういう状態で軽く振ります。この状態で、少しの間こうやってやってると豆の温度が上がります。この、ガラスの面にですね、水滴がつき始めます。それまでちょっと頑張ります。今50秒です。わかりますかね。ちょっと水滴がついてきたんですね。と言ってやっとると焦げるんで、だんだん水滴がついてきたの分かりますか。ここは水滴ついてます。ここが白っぽくなってますよね。これ水滴です。現在2分です。今こんな状態ですね。まだ全然、熱が上がってる感じではないですが、それでも水滴がついたということは、水気が少し出てきたってことですよね。まだもう少し蓋を着せましょう。火は弱火です。焦がしたくないので、それでは、今3分半経ちましたんで、まあ、この辺で少しは3分ぐらい経ってくるとですね、チャフが飛ぶようになるんですね。
今ですね、少し豆の表面が白っぽくなってきてるんですね。中華鍋の場合特に鉄板からの熱でいくんで、特にかき回すことが重要になります。ちょうどまあああいうチャーハンとかなんかやるみたいですよね、これね。とにかくこれでですね、時間を通常の焙煎と同じ時間まで持ってきたいわけですね。だから通常の焙煎というのは何かというと、ハゼを12分から14分、この辺の焙煎だったら12分から14分ぐらいに持ってきたいわけですよ。今ちなみに6分半です。これ何が大変って言って、この喋りながらですね、この中華鍋を振るというのは結構大変です。今7分半です。キムさん、これ見てると中華鍋で焙煎はやりたくないでしょ。から思ったよりもこのチャフが飛びます。多分奥さんに怒られます。で、ある意味この茶色くなってくるんですけど、この茶色くなってきたのが約10分ぐらいまで粘れたらですね、次に煎る段階に入りたいんですね。で、じゃあ煎る段階って何かというと、豆に刺激を与えることなんですね。刺激を与えないと豆がはぜないんです。だから今火力は弱めでやってますけど、これがですね10分過ぎたぐらいにはちょっと火力を強くします。あ、キムさんもうやる気なくしましたか。
と今約10分です。もう今1個目が、香りはどうですか。香りはやっと香ばしさが出てきました。生臭さ、青臭さはもう終わりました。それでは今11分になりますので、書き込めない更新に苦労をかけましてすいません。そうですよ、本当これキムさんだけのためですからね、やるのは。でもう11分経ったらここから火力を強めます。少し火力を強めます。この時に間違っても強い火力は使わないでください。鉄板は熱をすごく吸いますので、豆にものすごい、刺激が来ちゃいます。はい、ここからはぜ始めます。ハゼの音分かりますかね。今結構パチパチと弾いてますね。店の中は換気扇回してますが、もう煙まみれです。チャフは飛ぶわ、煙は飛ぶわで大変です。で、本来は邪道なんですけど、この焙煎の時だけは、一回火を切ってですね、余熱で、煎りをなじませるというか、中に入れる、火を入れる作業をやってもいいです。普通の焙煎機では邪道ですが、この焙煎の時だけは許します。で、できました。したら、今これで冷却ですね。今冷却が入りました。家庭のチャーハンと違ってですね、これの場合はですね、高い位置に持ってっとらんと本当に表面だけが焦げます。
あんまり綺麗に見えませんね。で、今回ですね、ちょっと今回ですね、ここまででは芸がないので、一応ですね、今回、ネタ的にはちょっと挑戦してみようというネタがありまして、それはですね、OK ですね、今回これミルクのカンカンを筒状にしてあります。で、こういう状態ですね。まあ、結構ムラがありますねって言ったらあります。まあ、だけど、ムラがある割には結構これでも飲めますので、これはこれでいいんですね。で、まあ、キムさん、ダメだこれは言わないでね。で、今回ですね、まあ、蓋はしないのですが、一応前半だけしか蓋ができないというのが、これの弱点なんですけど、なぜかというと、蓋をしながら振ることができないというところが、欠点ですね。で、今回ですね、まあどういうことを、ネタとしてやろうかと、せっかくやるんだったら、まあ普通の、中華鍋の焙煎ではいかんでしょうと、やっぱある程度ネタを仕込まないかんだろうということで、今回、ネタを何やるかというと。本来中華鍋で焙煎するわけだから、この生の豆をここに入れるわけですよ。で、当然生の豆の湿度を利用して、まあ本来コーヒーを焼くわけですけど、ああなるほど、ティファールのフライパンならいいかも。うん、そうかもしれないですね。ただティファールのフライパンをわざわざこれのために使うのがどうかとは思いますが、で、今回何をやるかというと、どうせ湿度を上げたいんだったら水を入れてもいいんじゃないのっていうふうに考えまして、ここに水、ビーカーに水を用意しました。だいたい 20cc ぐらい用意しました。つまり、ここに、お湯を沸かした状態のところにコーヒー豆を入れて蓋を着せれば、豆自体が、非常に湿度の高い状態で豆自体の温度が均等に上がってくれるというふうな状態にしておいてから、焙煎をすると、蓋をドリルにつけて、そんなことはやらないよ。はい。そうですね。キムさんいいこと言いますね。浅煎りと深煎りを両方と作ってると思えば、これはこれでありかなという気はします。で、今回、どういうことを今からやるかというと、普通に蒸らしをやるって言っても、こう、豆の水分だけだと、これ、しっかり蒸れないわけですよ。本来の焙煎機の場合は、バーナーを燃やした、火を燃やした時の水蒸気と、からまあうちだと加熱水蒸気というものと、あと空気中の水分と、その辺で、餃子みたいですか。そうです、餃子みたいなことをやります。で、そういう状態で、なんだか不安が、そうですね、実を言うとさっき1回だけやりましたが、まあぼちぼちぐらいで、カッコだけつくので、まあやってみようかと思います。湿度を上げることによって、豆の温度をこう均等に、とにかく例えば100度前後までは均等に上げることができる。
で均等に揚げて水分がある程度均等になれあれば、焦げないということですよね。で焦げない状態をやっぱ湿度の高い状態を作ってやるっていう作業をちょっと水を使ってやろうじゃないかという方法です。まあこれが当然邪道ではありますが、挑戦だけはしてみたいなという気がしますね。それではちょっとやってみましょうか。まず、火を入れます。弱火にします。で、弱火にしまして、中華鍋が温まってきます。で温まってきたらここに水ですね。普通にまあ 20cc ぐらい水用意しました。この水を入れます。はい、水入りました。はい、コーヒー豆入れます。はい、コーヒー豆入れました。蓋着せます。今度はしっかりと蒸気で湿ったでしょ。それは水入れたんだから湿るに決まっとるってやそうなんですが、しっかりと湿った状態できました。この状態でちょっと待ちます。多分水気が抜けるまでは多分焦げないと思うので、こんな感じで1分の間はいいんじゃないかと。今コーヒー豆は水を含んだ状態、湿った状態になってますよね。水を吸ったような感じになります。でこの状態でですね、だんだん水気が抜けてきます。実際ですね、これ これ始まる前に2時間前にですね、振らないと焦げますかね。多分焦げます。ただこれ蓋を持ちながら振るっちゅうのが結構大変。一応水気がある間は焦げないような気もするんですけど、実を言うといつ水気が抜けるかがよくわからないんですね。実を言うとこの実験は1回しかやってないので、お湯で煮てるって感じ。その通りです。今2分40秒ですね。一応3分ぐらいこのまんまいきましょう。まあ大体3分経ちましたんで、ここで開けます。はい、蓋が開きました。豆が青々してますね。ちょうどニュークロップのようです。
チャーフはきれいに取れてますね。結構豆がふやけたような感じになってるので水は抜きやすいと思います。とにかく、リゾットからチャーハン、そうですね、最初に均等に熱をかけたかっただけなんですね。で、残念ながらこのコーヒー豆って平らと丸になってるんで、平らな方が鉄板に接触しちゃうんですね。そうすると平らな方ばっか熱がかかる感じになります。だからそれが、平らな方ばかりが熱かからないようにする一番簡単な方法は蒸気で均等に熱をかける、つまり湿度の高い状態を作ってやればいいわけですね。で、今それで湿度を上げたわけです。普通の焙煎であれば、ダンパーの操作でそれをやるんですが、中華鍋の場合はダンパーの操作がないので代わりに水を入れました。で、実際にやってみると分かりますけど、20分ぐらいこれ振ってるのは結構飽きます。ただ基本的にですね、どうせ中華鍋で焙煎なんて美味しく作りたいわけじゃないですよね。だいたい物は試したいだけなら今のように水を放り込むのもありだと思いますよ。それで入りムラが起きにくいのならそれはありではないかと思います。で、実際に後で入り上がった3つを並べますけど、結構それなりにこの水を入れたやつってきれいに入れていくんですよ。まあ、ただやることは勝さんの持ってる機械
と比べれば幼稚ですからね、中華鍋なんてもんは。まあ勝さんだったらこれ銅で作るでしょうから、中華鍋を。もっと熱伝導率の高い中華鍋ができちゃうんじゃないですか。現在9分です。で、そうですね、肩が凝りそう、腕が凝りそう、その通りですね。もうはっきり言ってこれ嫌になります。で、10分ぐらいしたらですね、火力を少し上げます。派手に勢いをつけるためですね。今10分経ちました。ここで火力を少し上げます。今10分45秒、もうじき外れます。さすがにこれ疲れますね。ピーベリーならうまくいくのかな。ピーベリーのがうまくいくでしょうけど、わざわざこんなことのためにピーベリーを使うのはもったいないと思いますけど、だいたいピーベリーのが値段高いですもんね。今はぜ始めましたね。11分36秒です。今少し火力を落としました。今勢いよくはぜてます。ここで今火を切りました。今これは余熱でですね、中に火を入れてます。はい、出来上がりです。
はい、今できましてですね、それを実際にですね、大阪に陶器の焙煎機で小学生に焙煎を教えてる NPO があった。へえ。根性ありますね。今これで冷却されます。で、冷却されて実際にですね、3つの、最初に焙煎した、火力強く、短時間で焙煎したもの と、2回目は蓋を着せて、蒸らしをやったものと、それからあと水をかけて、焙煎したものと、この3つをですね、実際に、カメラで、どう違うかをちょっと見せたいと思います。結構大変なもんですよ。はい、今現在冷却しておるので少々お待ちください。まあ油を引いておくとコーティングされていいかもね。なんだったらバターかなんかを引いたらどうでしょう。バターコーヒーというのもありましたからね。実際にバターを入れてこうやるとできるんじゃないんですかね。軍手は使わせないんですよね。そうなんですか。軍手使わないと辛いっすけど、うん、それではですね、ちょっとできましたんで実際にどう3つが違うかというのをお見せいたします。はい、3回焙煎しました。アップでいきます。これがですね、一番最初、短時間でもう3分ぐらいで終わってしまったという焙煎です。これはですね、短時間で焙煎しました。本当、火力全開の状態で、コーヒー油が欲しいです。ごま油みたいな。なるほど。で、これが1回目に焙煎したやつですね。で、これではちょっとあまりにも出来が悪かろうということで、蒸らしをやりました。次に蒸らしをやった焙煎ですね。これに対して蒸らしです。こちらはですね、まあ焦げ焦げと言われるとまあ焦げ焦げなんですが、こちらはですね、蓋を使って蒸らしを、一応やりました。それでもやっぱりこのこういうのですね、こういう焦げ方するんですよ。鉄板に当たってるので、こちらは綺麗なんですけど、こちらが焦げてるんですね。こういう熱のかかり方がします。まあだから一つの豆であれですね、こう二度おいしいというわけではないですが、中入りと深入りができてしまうという、
素晴らしい器具ですね。で、これが、蓋を着せて、蒸らしをやるというのをやりました。で、もう一つ最後のやつですね。最後のやつは何かというと、今度はですね、どちらかというと水を最初に入れたやり方です。で、この入れ、やり方でも結局は、入りムラが全くないとは言いません。ただ、なんかコーヒー豆っぽくはなってるんで、とりあえずは、蒸らしの部分が、ポイントとなるっていうふうには思います。ですから、コーヒーを焙煎するときにですね、中華鍋で、よいしょ。コーヒーを焙煎するときに中華鍋で焙煎する場合はですね、とにかく、最初にですね、この中華鍋に対して、蓋ですね、蓋の工夫してください。で、蓋の工夫で今回、まあうちの場合はですね、工夫という、実は言うと、今日朝、店持ってきてからなんとか蓋を固定しようと思ったんですが、ちょっと固定までいかなかったんで、残念ながら、これ持ちながら振るしかなかったんですね。で、これでは、残念ながら、うまく攪拌しながら蒸らすことができなかったんですね。こういうふうに攪拌しながら蒸らすことができなかったわけです。で、やっぱりこれはもう少ししっかりと蓋が固定された状態でないと、やっぱそこはできない。やれないなと、中華鍋で攪拌はできないなと思いました。2回目と3回目の差は、はっきり言ってよくわからないのが正しくて、どっちもどっちだと思います。もともとですね、お湯を入れてやる方法っていうのは邪道だとは思います。やはり、蓋を着せた状態で、しっかり、蒸らす。だから、本来の姿であれば、この状態で蓋を着せてですね、こういう、今回泡立て器を使いましたが、こういうので、蓋をちょっと開けた状態で、こうやって、かき回すのが、まあ、一番、無難ではないかとは思います。ただ、この火の当たってるとこがですね、ものすごく、バーナーの当たってるとこと当たってないとこの温度が、こういうものの場合違うんですね。ですから、例えばこれ、今回、これ表面温度計と言います。この先端のとこで温度測ってるんですけど、これ例えばど真ん中の温度は思ったほど高くないんですね。じゃあどこが温度が高いかというと、炎の当たってるこの、ドーナッツ状の部分、この炎の当たってるドーナッツ状の部分というのは、ここで言うとここです。実は言うとここの部分が焦げてるんですね。だからこの状態で単純にですね、焦げるんで、鍋にドリルで穴開けて直火にすると、次にチャーハンをやった時にチャーハンの、ご飯がこぼれるような気がしますが、いかがでしょうか。もしくはこれで油をこうすくうやつがあるじゃないですか。この中華鍋みたいな格好しとって、こう穴の開いたやつ、あれでやれば
ドリルで穴開けたのと同じかなという気がしますね。うん。で、基本熱のかかり方が極端に違うんです。温度が極端に違うんですね。炎の当たってるとこと当たってないとこが全く温度が違うんです。特にこの中華鍋そんないいやつじゃないんで、ちょっと薄いんですね。で、この鉄板が薄いので、ザーレンっていうんですか。鉄板が薄いので悲しいぐらい、熱の炎の当たったとこだけが温度が高いんです。油通し用のものですねって。あ、そうですか。あれで焙煎すれば直火になりますね。うん。で、そうなるとですね、この炎の当たってるとこが極端に高くて、それ以外のとこが低いんで、この焙煎しててもですね、こう綺麗にこう回しててもですね、実を言うとこのドーナツ状にしか熱がかかってないので、そこの部分だけが焼けてくんですよ。だからそこを均等に回すっていうのは、こういうもので回しててもちょっと無理があります。ですから、まあ基本はですね、中華鍋を使うんだったら、ミルク缶の焙煎機をですね、作って買われた方が多分いいかなという気はします。で、今回この中華鍋に関してはですね、一応ネタとしてはこれでうまくやりたかったのですが、この蓋で残念ながら思ったほど、蓋の効果が現れてくれなかった。うん、非常にこれに関しては残念なんですが、効果が現れなかったですね。ならば炭火にしたらいいんじゃないですか。そうですね、炭火か、もしくは、今日やってて思ったのは、ここのとこに、魚を焼く網を当ててですね、この、中華鍋が均等に熱がかかるようにした方が多分うまくいくんじゃないかと。つまり、ものすごい厚手のフライパンみたいな感じでやった方が多分うまくいくであろうなという気はしました。まあ、ただこのかき回すっていう方が、かき回す時に、中華鍋のが底が丸いので、やりいいんじゃないかと思って、一応僕としてはですね、中華鍋と、今回これはですね、泡立て用の、泡立て器ですかね、泡立て器をわざわざ用意しまして、それでやってみました。で、まあもうちょっと工夫が見つかればですね、ちょっともう一回挑戦はしてみたいと思いますけど、その時は多分この蓋の部分に、羽かなんかつけてこうぐるぐる回せるような装置を作ると思います。そうしないと残念ながらこれでうまく焙煎ができる雰囲気はなかったですね。石焼き芋みたいにするなら、入り上がりは磁石で分離して、ああなるほど、あ、それは面白いですね。勝さんのこの、あれですね、この磁石で分離するっていうアイデアいいですね。すごくいけそうな気がします。多分、パチンコ玉みたいなもんでどうでしょう。パチンコ玉と一緒にしてこう混ぜるっていうスタイルだったら、いける気しません？でパチンコ玉と一緒に、冷やした後、磁石で、パチンコ玉だけを抜けばちょっといけそうですよね。うん、ちょっといけそうな気がしてきました。ちょっとパチンコ玉かなんかはちょっと考えましょう。うん、ちょっとそのネタはまた使いたいと思いますね。そのアイデアちょっともらいかなという気がします。で、ということで、今回はですね、完全にキムさんのために、やったという感じですが、中華鍋の焙煎はこのぐらいの程度しかできないということが、キムさん分かったでしょうかね。はい。ものすごく早くフライパン削れていくけどねって。大丈夫ですよ。これ、鉄の、やつなんで、テフロン加工してないやつなんで、もう全然平気なんで、削れてもいいですよ。
もともとテフロンはあれプラスチックですもんね。削れるとしょうがないですけど、これは鉄なんで、削れてもいいかなという気します。世の中でできそうな焙煎に挑戦でした。まあそうですね、まあとりあえずキムさんも中華鍋で焙煎する気にはなくなったと思います。皆さんもしも、挑戦する気になったら勝手にやってください。僕がアドバイスするとしたら、まず中華鍋はやめた方がいいですよ。疲れます。で、中華鍋大きいのにすればもっと、グラム数稼げますよ。だけど重たくてとても振れません。だから実際に やれるのは、ドリルは関係なかった。関係ないです。ドリルはたまたま年金くんとこでドリルを買いに行っただけなんで、それだけなんでね、全く意味なかったですよ。で、実際にですね、今回に関しましてはですね、この中華鍋で焙煎は本当難しいということを、まあ一応参考に、ポップコーンメーカーなどはエニーハンドルとギアがついていて、鍋のうちの攪拌は羽を回すのが製品化されてますねって。あ、そうですか。あ、パチンコ玉特に、そうですね、重くなりますよね。とりあえずですね、とにかくこの中華鍋を使って何とかするという工夫に関してはですね、もう少し研究の余地はあるかなという気はします。ただまあ面白がってやるには挑戦してもいいかな。昔、この手の鍋で、ポップコーンを焼く機械というのをこうやって手回しで回してポップコーンを焼く機械というのを作ったことありますので、それと同じ構造でよければこの蓋でポップコーンを焼くようにここのハンドルをこう回す、装置は作れそうな気がします。ただそこまでわざわざやるほどのもんかどうかは非常に疑問は残りますが、という感じで、10時になってしまいましたので、今回はですね、とにかく、蒸らしを、やることが、入りムラを減らす、ためには必要ですよというのを一応、最後に説明だけしておきます。とにかく中華鍋というのはこの鉄板の部分からしか熱が伝わってきません。普通の焙煎機のように空気の熱風で熱が伝わるかというと、もう基本的に鉄板の熱です。で、鉄板の熱っていうのは鉄板の表面温度が極端に高くなります。その表面温度で、焦げるんで、その焦げを、極力減らすためにはもう火力を下げるしかないです。で、火力を下げた状態で、じゃあ火力を下げると、ほすと他の豆の、他の部分が温まらないじゃないかと。その通りです。温まりません。ですから、蓋を着せてですね、湿度を上げて豆の温度を上げるように、努力しないとうまくいきません。ただ、どんだけ頑張っても所詮は、中華鍋なんで焙煎機ではないので、ある程度焦がした状態でですね、自分で焼いたことが楽しいぞっていう状態で、飲んでいただくっていうのがいいかと思います。そういう感じで、参考になりましたでしょうか。キムさん、やる気になったらやってください。本日はここで終わりにしましょう。お疲れさんです。